はい。なんかね、意外と前回好評だったんで、はい、やっていきたいと思います。イラスト屋だけで再現されたフリーゲームを果たして皆さんは当てることができるのでしょうか。今回はね、まあ、前回もそこそこ、まあ、難易度としてはそんなに高くない、まあ、比較的簡単なものを集めたとは思うんですけども、今回はね、より簡単かもしれない、もしかしたら。いや、わかんない。この動画だけ、見た、新規視聴者の方、全然、俺のこと、俺の実況動画を普段見ていない方が、この動画を唐突に見たら、もしかしたらちょっと、ん?って思う、まあ、問題もあるかもしれないんですけど、普段から、うちのチャンネル登録して見てくれてる方だったら、まず間違いなく、はい、何の問題もなく解ける難易度だと思うんで、まあ、そこまで高くはないかなっていう、下手したら前回よりも、まあ、簡単な部分はあると思います。まあ、そんなわけで、はい。まあ、ウォーミングアップということで、まあ、全体通して簡単ではあるんですけども、まあ、その中でも、まあ、初級じゃないかっていう難易度のやつを、まあ、ピックアップして、はい、最初はやっていこうと思います。はい。第1問はこちらですね。ドン。はい。もうこれはノーヒントでいいだろう。ってかもう初級編は全部ノーヒントでいける。全然。余裕でいける。はい。まあ、強いて言うなら俺は実況はしてないです。はい。5、4、3、2、1。殺戮の天使です。はい。これはね、なかなか自信作ですね。自信作の一つですね。はい。思ったんだけどね、この問題ね、俺がクオリティ高く作れば作るほど、すごく簡単になっていくってことに気づいたんで、あれかもしれないね。もしかしたらちょっと粗めに作った方が難易度としては上がるのかもしれない。ちょ、なんかクオリティを求めすぎるあまり、ちょっと、すごくわかりやすくなってしまうんだなっていうことをね、ちょっと1問目で早くも気づいてしまいました。まあいいでしょう。はい。まあいいでしょう。はい。ということで、2問目いきましょう。はい、ドン。はい。まあこれも簡単でしょう。はい。これもノーヒントでいける。全然。全然いける。何の問題もなく多分、みんな解けると思う。はい。ノーヒントでいきます。5、4、3、2、1。正解は、おのおに、魍魎の住む家でした。はい。まあ、おのおにだけでも、まあ、正解だとは思うんですけど、正式なタイトルが言えたら、なおよしという感じで。はい。なかなかね、おのおにそのものをね、こう再現するっていうのは難しかったんで、まあ、ちょっとゴーレムの、イラストを、ちょっとね、色を変えつつ、まあ、斧を2つ持たせたっていう感じで。で、この手前の子はね、まあ、主人公の女の子なんだけど、まあ、髪の毛が、なんだろう、黒に近い紺。で、ツインテールだったんで、この色を、まあ、着色したっていう感じで。なんでこんなニコニコしてんのか突っ込まないでください。はい。というわけで3問目。はい、ドン。これね、ちょっとね、自慢じゃないけど、今回、作った問題ながら、一番クオリティ高いかもしれない。はい。これは本当にクオリティ高い。我ながらよく作ったなっていう。ちょっと自画自賛したいレベルで、はい。高クオリティになったかなと思います。これもノーヒントでいいでしょう。5、4、3、2、1。霧雨が降る森です。 これすごくね?これすごいでしょ?いや、すごいと思わない?なんかちょっと佐久間ちゃんが、なんかヤンキーとかなんかスケバン化してることに関してはちょっと触れないでほしいんですけど、はい。モッチーもいて、で、ガース、スガもいて、で、しおりちゃんもいるっていう。しおりちゃんがね、なかなかちょっと素材がね、すごく、なんか思いつかなかったんで、まあ、とりあえずなんかトレードマークのバンダナ、リボンみたいなやつつけてて、で、なんかイメージカラーがちょっとなんかオレンジ色っぽい、黄色混じりのオレンジ色っぽい感じだったんで、まあ、ちょっとそこら辺の、はい、似てる感じの色の服を、まあ、着せて、で、菅君は全身真っ黒のね、黒い電柱って言われてるくらいなんで、まあそうですね、なんか情景を真っ黒に仕上げて、で、これを何より、この刀、妖刀ってイラストなんだけど、確か。で、これがね、ちょっと色彩を変えて、元の色がね、なんか紫色だったかなとか忘れたんですけど、はい。まあこれは青色に光らせる必要があるなと思って、はい、青色に変えました。で、いい具合にね、後ろが雨降ってる森っていう、すごいピンポイントで使えそうなイラストがあったね。今回背景もイラスト屋で、はい、再現できました。 これすごくない?これなかなか自信作です。はい。
まあそんなわけでウォーミングアップもね、はい、まあ一通り済んだというところで、まあ最初に言った通りそこまで難易度は高くないんですけど、一応ね、あの区分分けで中級編行ってみようかなと思います。はいはい、中級編第1問はこちら、ドン。はい、これがね、冒頭に言った、まあ、俺の動画普段から見てくれてる方だったらパッと思いつくけども、この動画を、まあこの動画だけを開いた人だったらもしかしたらちょっとわからない人もいるかなっていう問題の、まあ、一つですね。はい、まあ、ヒントを、まあ、あえてあげるのであれば、フリーホラーゲームでツタンカーメンが出てくるゲームは俺の知る限りではこのゲームしかない。はい、まあ分かる人にはすぐ分かるようになっております。ちょっとツッコミどころもあるけどね。はい、5、4、3、2、1、正解は囚人へのペルエムフルですね。まあもともとね、そのまあフリーゲーム界隈全体を通して言えば、まあコアな、あの昔からねフリーゲームを知ってる人たちの中では、まあそんなに、そんなにじゃね、間違えた、あの結構ね知られてるゲームなんですよ。隠れた名作というか、まあ俺の中ではそんな隠れてねえと思うんだけど、はい、昔ながらのなんというか、作る2000より昔のツールで作られたゲームなんで、まあちょっとね最近のゲームしか知らないっていう方にとってはちょっとわからない人も中にはいるのかなと思ったんですけども、一応俺はこのゲームをね、過去に実況プレイしてるんで、もしかしたらまあ動画を通じてこのゲームをね知ってる方もまあ中には多くいたのではないかということで、まあちょっと分かれ目がね結構あったっていう感じはしますけども、まあ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 これぐらいの難易度で中級でちょうどいいんじゃないかなと思ったんで入れました。はい、なかなかあのツッコミどころがあるとは思うんですけども、ちょっとこれはねしょうがない、致し方ないということで、はい、続いて2問目いきましょう。中級編2問目いきましょう。はい、ドン。はい、これもね割とわかる、割とわかる。俺の動画を普段から見てる方なのであれば割とわかるようになっている。はい、結構ねポップというか、まあ、可愛らしく、されてはいますけども、実際ゲームやってみると結構おどろおどろしいというか、そこそこホラー度は高いゲームでしたね。はい、難易度もちょっと高めだったような気がします。まあ有名実況者で上げてる方いんのかな、まあちょっとパッとは思いつかないけど、まあ知ってる人は知ってるかなっていう感じのゲームですね。はい、5、4、3、2、1、正解はスプークアミューズメント、狂気の遊園地でした。はい、まあそうね、これも過去に俺が実況させていただいてるんで、まあ普段から動画見てる方だったらパッと思いつく感じかなと。はい、そう結構ね、あの髪色では分かりやすく仕上げてあるかなっていう、あの主人公たち一行がねなんか結構カラフルな髪色をしてるんで、ちょっとね特徴を捉えやすいというか、なんか結構なんだろう、日常的な結構あれなんだよね、現実に近い感じのフリーゲームとかだと髪色がね普通にあの現実寄りで黒だったり茶髪だったりで、まあなんかあんまりアイデンティティというかまあちょっと個性がねあまりない地味な感じに寄りがちなんですけど、この子たちはまあ結構派手めなイメージが強いんで結構再現はしやすかったですね。でまさかのあの遊園地っていうイラストがあったんで、背景もねあのイラスト屋で再現できました。色をちょっと変えてね、変化後スプークアミューズメントに迷い込んだ時のはい、芝生の色というか、あれ確かあのピンク紫、紫に近いピンクみたいな色合いだったと思うんで、結構再現できてるんじゃないかなと。熊田熊もね結構、はい、可愛らしくなってますけどはい、知らない方はぜひ俺の動画で見てください。ということで中級編第3問目、はい、どうも。はい、これはね、うん、右上のイラストがマジでこれあるのかよと思ってねこれは使うしかねえと思ってパッて入れました。はい、まあこれも分かる人に分かるはい、中級編はねどれもね俺の動画をね見てる方だったら全部解けるようになってる、簡単に。はい、まあそうね、うん、なんかパソコンから手が出てますねはい、5、4、3、2、1、正解は脱出ゲームです。はい、まあ割とね最近実況プレイしたゲームなんで、まあ見てる方がいればすぐに解けるようにはなっております。はい、でオーバーゲーだぞーのあいつをねまさかこんなにもね再現度が高いキャラがいたっ
いたかってことですごく驚きました、見つけた時は。はい、なんか後ろに、あの左後ろの方にクトゥルフがいますけども、これはあれですね、一番冒頭のあの物質にいたあのクトゥルフがすごくあの印象的だったんで、まあ、割と俺の中で印象に残ったんで一応入れときました。はい、これはまあ分かる人には分かるっていう感じの典型的な問題かなと思いますね。というわけで、はい、次上級編行ってみましょうか。まあ言うてもそんな上級でもねえけどな。はいはい、上級編行きましょう。ドン。はいこれは我ながら頑張った。はい、再現度というか、まあクオリティはともかくちゃんと分かる人には分かるようになってる。これはね、分かってくれる方にはわすごいって思うかもしれない。かなり少ない情報ながらも、まあ捉えるところはちゃんと捉えてるっていう、特徴は捉えられてるよっていう感じがしないでもない、そんな一枚になっております。はい、まああえてヒントをあげるのであれば、背景がまあ赤いですねっていうほぼ答え言ってるけど、はい、この問題もね、やはり俺の動画普段見てくれてる方だったら簡単に解けるようにはなってます、上級編とはいえ。はい、5、4、3、2、1、正解は赤い村ですね。あのゲームさ、なんか改めて振り返ってみると赤い村っていうくせに村ではなかったよねなんか別に村でもなかったよな、どちらかというとなんか赤いあれはなんて言うんだろうな、荒れた道というか赤い高速道路というか、まあなんか結構とりあえず一つ言えるのは村ではねえなっていうはい、左のね、この自衛隊のイラストだっけな、兵隊のイラストだっけ、ちょっと名前忘れたけど、この3人はね、あの後半に出てくるあの主人公を追っかけてくるあの3人組ですね、例の3人組で、ちゃんと銃も持ってたんで、あこれは使えるって思って、であの例の魔法陣とあの印をあの結ぶ例の魔法陣で、あのキノコ、なんだっけ、見本だけってんだっけ、それもちゃんと再現できてますね。はい、これは割といいんじゃないかなっていう少ない情報ながらもまあ割とできてる方なんじゃないかなと思いますね。はい、そんだけで上級編2問目、はいドン。はい、これもねっていうか、ちょっとね、今回ね、全体としてね、クオリティを求めすぎたね。うん、ちょっとクオリティを求めすぎたあまり、ちょっと最初にも言ったと思うんだけど、やっぱ難易度がちょっと簡単になっちゃってるなっていう、すごくねすごくね、頑張りました。はい、これはなんだろう、ヒント、主人公たちは最終的に3人組になるんだけども、どれも顔グラが影で、輪郭だけでね、ちゃんとした顔グラがありません。でまあなんか特徴的な人物が4人ほど出てきます。で謎の魔法陣というか、まあとある場所に魔法陣もあります。はい、背景は謎の施設と言った方がいいのかな。はい、もう答え言ってるようなもんだけど、これもはい、5、4、3、2、1、正解は涅槃ですね。はい、まあ、そこそこ、まあ、俺がホラー体制があまりない時にやって、ちょっとしたトラウマを植え付けられたゲームの一つなんですけど、まあ、今やったらまあなんかちょっとグロいなと、ちょっと怖いかな程度で、まあそこまでビビるほどのゲームでもないんですけども、当時本当にホラーゲーム体制がない時にこれをやって、すごく怖かった思い出がありますねはい、まあ多分うちの視聴者が見たらそんなにビビらないと思うけども、まあそこそこ俺の知る中ではそこそこホラー度は高めなゲームなのかなと思いましたね。はい、もう気づいてると思うけど、それぞれデフォで持ってる装備がちゃんと再現できてるの偉くない？包丁とナタとコンバットナイフ、サバイバルナイフだっけ、とハサミ、巨大なハサミみたいな感じで、これは割と頑張ったよねこれもか。はい、まあ割と再現できてるかなと。はい、次最終問題ですね、いきましょう。よいしょ。はい、これは分かったらすごいと思うまあまあ、まあ、今回の全体としてのまあ最高難易度かなっていう感じで、ただまあちゃんと分かる人には分かるようにはなってます。ヒントをあげるのであれば、クトゥルフ神話をモチーフにしたゲームですね。でまたなんか主人公が真っ黒と、これは何を表してんのかはい、割とヒントは出ております。
5、4、3、2、1。正解は涅槃2です。これちょっとあれかもな、出し方ミスったかもな。涅槃ってきて涅槃2ってちょっとなんかあれかもなっていう、ちょっと今更ながらだけどなんかちょっと連想しやすいかなっていう感じで、ちょっとそこ失敗したかな感がありますね。はい、左下のこの顔真っ青になってる人は、あのなんか俺が名前を適当に名前つけたあの人なんだっけ、あのあなんか医者によってね、あそうそう、医者の名前は確かキムタクだ、そうそうそう、それだけ覚えてる。キムタク医師によってロボトミー手術みたいな感じであの脳みそをぶん取られた例のあの人ですね。で、あのなんかクトゥルフかなんだかわかんないけど神話生物が出てきたんで、あのはい、タコみたいななんか顔して、なんか翼が生えてる、ちっちゃい、なあれ今にして思えばあれ何なんだろうね、落とし子かなんかなのかな、ちょっとあんま覚えてないんだけど、はい、まあモロクトゥルフ神話生物だろうというモチーフのキャラが出てきたんでクトゥルフを一応置いてました。で、そう、一応ねラブクラフトにすごく似た人が出てきたんで、あ、まあ、これラブクラフトのイラスト本人使うしかねえなと思ってこれも入れときました。で、右側にいるのがキムタク医師ですね。はい、なんか魔導書持ってますけど謎の儀式やろうとしてた感があったんで、まあ、とりあえず持たしときました。はい、でこれもね、あのイラスト背景がなんか病院かなんかのイラストだったかな、いい感じのがあったんでこれも採用しましたね。はい、ということで今回の問題は以上になります。最初に言った通りやっぱり難易度結構簡単だったよね。うん、まあ割とね、ちょっとやっぱクオリティを求めすぎるのも良くないのかもしれない。ちょっとそこら辺のね塩梅がまだつかめてないというか、ちょっとそこら辺今後の課題だね。はい、割とねちょっと難易度簡単めだったと思うんで、ちょっと次回やるのであれば、まあ割とみんな悩むレベルぐらいの難易度は作りたいなっていう、もう本当にあのなんだろう、うちのチャンネルで上げてない動画、俺が実況してないあのゲームをねポンポン盛り込んで、これわかんないだろうっていう難易度の、まあ、問題を作れたらいいなと思いますけども、まあ誰も解けなかったらそれはそれでつまんないんで、ちょっとそこら辺もね、はい、いろいろ考えながら今後のね課題として、はい、またやろうかなと思います。これ意外と作るの楽しいんだよね、やってて意外と作るの楽しいんだよ。うん、ということで、まあ、あの機会があれば第3回目で、はい、再びお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。